画家の特徴に似ている。真実はすぐに知れよ。ニンフィリアともども檻の中で行いを顧みているがよい。そちらは元よりそのつもりだっただろう。何、行動を起こした時点で全ては覚悟の上だ。では次はどう出る。貴公自ら我を相手取るとでも。牽引装置は使い捨て、足止めの魔法も先ほどのがせいぜいだ。お前が本気で彼らを追おうとするならば、私には止める手立てがない。だが気をつけるように。彼らの向かった先は我らクリスタリウム、ユールモアでさえも不可侵の領域。妖精郷イルメグなのだから。バウスリーに軍を仕向けるほどのやる気が残っていたとは。どんな馬鹿らしい争いであれ、戦が起きれば世が動く。まったく、これじゃ計画の練り直しだ。あいつ水晶光か。
一体どうやって原初世界の英雄を呼び寄せた？あの英雄もどれだけ私たちの邪魔をしたら気が済むんだ。しかもあの魂の持ち主と来た。ならば殺し合う以外の道もあるか。昔、険しい北部山脈の合間にはフブート王国と呼ばれる国があった。あの古い国もまた積み食いの襲撃により長い歴史に幕を下ろしたのだという。今目の前に広がるのは美しき妖精郷。夢見たままの魂が滅びの都に遊んでいる。ここまで来れば追っ手はひとまず大丈夫だろう。改めて久しぶりだな。お前たちの体感とは違うだろうが、俺にとっては5年ぶりだ。慌ただしい再会になったけど、正直駆けつけてくれて助かったわ。でも、どうしてあの場に？俺とその娘、ミンフィリアは積み食いを借りながら旅暮らしをしていたんだ。だが、レイクランドの近くまで来た時、そいつが唐突に姿を消した。探し出してみればユールモア軍に捕まっていると来た。どう救い出すか思案している時にクリスタリウムにも動きがあるのを見てな。急ぎ水晶港を訪ねて作戦を知った。同時に頼まれ事をしたんだ。ミンフィリア救出作戦において劣勢になることがあれば、お前たちごとイルメグへと離脱させる。その場合に案内役をしてほしいとな。ここは確かウリエンジェが拠点としている土地だったね。私たちが彼と会ったのはクリスタリウムだったから、こちらから訪ねるのは初めてのことだ。無理もない。ここは気軽に人が入り込むべき場所じゃないからな。だが幸い俺とミンフィリアは一時期ウリエンジェの館で世話になっていたんだ。それで少しはイルメグの事情も分かっている。水晶港からはユールモア軍の追っ手が到達する前に二つのことを成し遂げてほしいと言われている。一つ、ウリエンジェと合流すること。二つ、この地の大罪悔いを討伐することだ。あなた、ミンフィリアって呼んでいいのよね？ねえ、どうしてサンクレットを置いて出てきちゃったのよ？
あなたに会いたかったんです。サンクレットと同じ世界から来た英雄に。眠っている時にふと予感がして、会うべき人が近くまで来ている、だから行かなきゃって。でもサンクレットは大きな動きのあったレイクランドにこれ以上近づくべきではないと言っていました。だから止められると思って。その結果がどうだ。あと一歩俺やこいつらの到着が遅ければお前はユールモアの監獄島に逆戻りだったんだぞ。よりにもよってあのランジートにまで見つかって、お前本当に。ごめんなさい、助けてくれてありがとうございました。ああ怒られちゃってかわいそうに。今の声。ねえ、怖い顔をしていないで私たちと楽しく遊びましょう。遊びましょう、それがいいよ。ミフィリア、ウリエンジェの館への道思い出せるか。してたのに、どうして思い出せないの。ちっ、まずいな。俺たちはすでにここの住民たちの術中にあるらしい。
ラチハ、クラーク・クレイヤー。今時私たちの探し方を知ってるなんて珍しい人ね。ねえねえ、この子前にも来た人じゃない？二つの魂に見覚えがあるもん。見て見て、双子もいるよ。なんて素敵なんだろう。かわいい。遊ぼうよ。悪いが用事があってここに来たんだ。俺たちはウリエンジェに会いたい。ウリエンジェ、あの面白い人のことね。私たちのイルメグに住みたいと言うから7日7晩寝ずに謎々勝負をしたの。あれは楽しかったな。そうだ、そのウリエンジェだ。分かったなら惑わしの術を解いてくれ。どうする？どうしようか。そうだね。ねえ、これで本当に大丈夫なの？仕方ないだろう。この里ではどうあれ彼らのルールに従うしかない。惑わしの術を解いてあげる代わりに私たちのお手伝いをしてちょうだい。みんなの困っていることが解決したらウリエンジェにもきっと会わせてあげる。面倒だが、手分けしてとっとと済ませてしまおう。